皆さんこんにちは。今回は、ある新聞に掲載された写真に写っていた心霊写真をご紹介します。2015年に、式典の集合写真が掲載されていたのですが、そこにはっきりと奇妙な人物が写っていたというのです。先日、新聞に載った心霊写真を調査してほしいというリクエストをいただきました。5、6年ほど前に北日本新聞に、心霊写真のようなものが掲載されていたらしく、明らかにおかしな人が写っているのだそうです。調べてみたところ、上記の写真が噂の心霊写真であることがわかりました。太極拳大奉納式、と書かれた写真が掲載されており、日枝神社で撮影された集合写真のようです。一見、普通の集合写真に見えますが、1列目の右から2人目の女性の後方に顔が覗いています。拡大してみますと、ここですね。黒っぽい服を着た人が顔を覗かせております。単純に後ろに人がいたのでは、と思う方も多いでしょうが、写真の状況を考えると不可解な点があります。まず、写っている人たちの服装は青色で統一されており、なぜかこの人だけ黒っぽい色の服を着ています。また、しゃがんでいるのは1列目の人のみで2列目以降の人は立って撮影しています。仮にしゃがんで撮る必要があったとすれば1列目ではなく、なぜ2列目でしゃがんで写っているのかという疑問もあります。この記事は、どうやら2015年9月1日に掲載されたものらしく、ツイッターで調べてみると少しだけ話題になっていたみたいです。その他にも、2チャンネルでスレが立てられていたりしていたので、もしかするとリアルタイムで見ていた人もいるかもしれませんね。簡単に調べた限りだと、真相は現在も不明のままのようですが、この人物は幽霊なのでしょうか。確かに言われてみると、不気味に思えてくる写真ですが、はっきり写りすぎているような気もしますね。今回は、この心霊写真について真相を追っていきます。この写真は、私もリクエストで教えていただいて初めて知ったのですが、確かに奇妙ではありますよね。この写真が掲載された記事をもう一度確認してみましょう。記事を見てみると、富山市にある日枝神社で8月にあった太極拳大奉納式での集合写真を撮影したものでした。太極拳大奉納式について調べてみると、どうやら富山県武術太極拳連盟が毎年開催しているものだそうです。この連盟の方々が演舞を行う式典らしく集合写真に写ったのは連盟の方々でしょう。公式サイトもありまして、フォトギャラリーには連盟が行った行事などの写真が掲載されておりました。その中には新聞に掲載されていた大奉納会の写真も掲載されておりました。この行事、2015年に開催されたものが第1回ということで、新聞に掲載された時は初開催だったみたいです。いくつか写真を確認してみると、やはりあの青い服で演舞を行っているようでした。もしかすると、一部の人の服は色が違うのでは、と思ったのですが、全員青色の服を着ていますね。サイトにある写真を確認した限りだと、例の写真に写っていたような人物は確認できませんでした。一応、その他の関係者っぽい人たちは私服やスーツを着ているみたいなので、写真に写ってはいないものの、黒い服の人がいた可能性はないとは言い切れないですね。しかしながら、連盟の関係者だとしてもなぜ一人だけ別の格好で隠れるように写っていたのか、疑問ですね。他にも手がかりがないか探してみたのですが、この時の写真はこのサイト以外になさそうでした。しかし、有力な手がかりをツイッターで見つけましたので、見ていきましょう。心霊写真に関するツイートのリプライにこのようなことが書いてありました。北日本新聞のツイッターアカウントが実在の人物だと言ってました、と書かれています。調べてみると、北日本新聞は確かにツイッターの公式アカウントを持っているようでして、おそらくこのアカウントで、例の写真についてのアナウンスがあったと思われます。
このリプライは2015年10月のものですから、掲載された9月1日から、この期間まででツイートを絞って探してみました。すると、このようなツイートを発見しました。同様の問い合わせがあり、確認したところ実在されるメンバーです、というもの。誰かのツイートの引用にこのようなツイートをしていたようですが、引用元ツイートはすでに削除されており、心霊写真に対してのアナウンスなのかは微妙なところですが、ツイートされたのは9月20日で、先ほどのリプライの内容を見る限り、内容が一致しておりますので、心霊写真に対してこのツイートを出したのだと思われます。ということは、新聞社にもいくつか写真に関する問い合わせがあったことがわかりますね。そして、実在するメンバー、ということからこの方は連盟の関係者の一人であると思われます。普通に写真に写っているだけなのに改めて実在すると書かれているのはちょっとかわいそうな気がしますね。これを踏まえてもう一度写真を見てみると、やはり黒い服を着た方が後ろに写っていただけだったことがわかりますね。また、服の色ももしかしたら影になって黒く見えただけなのかな、と思ったのですが、当時、演舞には参加する予定はなく黒い私服で来られた方なのでしょう。当時の大奉納式では、大空襲犠牲者の鎮魂を祈願するというものでしたので、もしかするとご遺族の方が黒い服を着てきたのかもしれないですね。この手の式典の服装については詳しくないのであくまで憶測ですが、写真の状況から、不自然な位置にいるのは、一人だけ別の格好をしているため目立たないような位置にいたのかもしれないですね。ちなみに、北日本新聞に心霊写真が載っていたという話は今でも有名な話らしいのですが、新聞社側が否定していたという事実はあまり知られておりません。実際、このツイートは10リツイートほどしかされていないため、ほとんどこの事実は広まっていないのでしょうね。いかがでしたでしょうか。一見普通の写真に見えますが、心霊写真と言われると怖いですよね。前にも新聞に心霊写真が載っていたことを取り上げたかと思いますが、偶然見かけたらちょっとびっくりしますね。